ビクトール・エミール・フランクルは、オーストリアの精神科医、心理学者。著作は、多数ううあり、日本語訳も多く重版されており、代表作は、夜と霧である。1905年に、ウィーンに生まれる。ウィーン大学在学中より、アドラー、フロイトに指示し、精神医学を学ぶ。ウィーン大学医学部精神科教授、ウィーン私立病院神経科部長を兼任する。 第三ウィーン学派として、また独自の実存分析を唱え、ドイツ語圏ではもともと知られていた。フランクルの理論には、マックス・シェーラーの影響が濃国、マルティン・ハイデッカーの体系を組む。精神科医として有名であるが、脳外科医としての腕前も一級であった。1933年から、ウィーンの精神病院で女性の自殺患者部門の責任者を務めていたが、 ナチスによる1938年のドイツのオーストリア併合でユダヤ人がドイツ人を治療することが禁じられ、任を解かれた。1941年12月に結婚したが、その9ヶ月後に家族と共に強制収容所のテレージエンシュタットに収容され、父はここで死亡し、母と妻は別の収容所に移されて死亡した。フランクルは1944年10月に、 アウシュビッツに送られたが、3日後にトゥルクハイムに移送され、1945年4月にアメリカ軍により解放された。その後1946年にウィーンの神経科病院に呼ばれ、1971年まで勤務した。1947年にエレオノールキャサリンシュビンと再婚している。50年以上にわたり、仲むまじい夫婦であっただけでなく、彼女は、 フランクルの学問的な協力者でもあった。その辺の事情は、それでも人生にイエスというに詳しい。ナチス共生収容所での体験をもとに表した、ヨルト、リは、日本語を含め17カ国語に翻訳され、60年以上にわたって読み継がれている。発行部数は、英語版だけでも、累計900万部に及び、1991年のアメリカ国会図書館の調査で、 私の人生に最も影響を与えた本のベスト兼に入ったという。他に読売新聞による2000年の読者の選ぶ21世紀に伝えるあの一冊のアンケート調査で翻訳ドキュメント部門第3位となったとされる。よく誤解されるが、フランクルのロゴセラピーは収容所体系をもとに考え出されたものではなく、収容される時点ですでにその理論はほぼ完成されており、 はからずも収容所体験が理論の正当性を検証することとなった。極限的な体験を経て生き残った人であるが、ユーモアとウィットを愛する快活な人柄であった。学会出席関連などでたびたび日本にも訪れていた。ありがとうございます。